からチャンネル始まるよ。今回のコーナーはこちら、行ってみよう。はい、どうぞ。よろしくお願いします。ずっとですか？もう映ってます。はい、おはようございます。はい、極道というとですね、あの覚醒剤以外でついてくるイメージとしては拳銃なんですけど、拳銃のまあ話でですね、何かまあちょっと言えることとかあればお聞きしたいなと思うんですけど、どうでしょうか？ありがとうございます。ある意味ですね、うちのおじきがどっか、うちの兄貴が、茶花を売ってくれって頼まれたんですよね。茶花という拳銃ですね。はい、自分も見ましたけど、これモデルガンですかって思ったぐらい、映画でしか見たことないような素晴らしいのがあったんですよ、艶消しの。うん、何ですかっていう、もう素晴らしくかっこいいですね。まあ、45口径っていうやつですよね。だから弾がないんですよ。あ、拳銃はあるけど弾がないんですよ。うん、で弾がないからどうしようかっていう話だったんですよね、家で。はい、おじきが弾がないと、お前ほらお前売ればよってから言うて、自分のなんか弾出したんですよね、別の弾を。ちょっと待ってですよ、あ、ごめんなさい。自分がどっか手に入れてきたようなのは30口径か40口径分からんけどですね、自分は、うん、それをマガジンに詰めたんですよ。はい、そして自分たちはそっあれは確かこたつかなんかに入っとったんですよね、足入れて。いきなりこたつの中に拳銃突っ込んで弾き出したんですよ。弾出ないんですけど、3人とも足をみんな見てくれたという、まあそういうエピソードがあったですね。もう前置きなしですか？前置きなしで急に拳銃ですね、パッとこたつの中でガチガチしようんですよ。びっくりしたですよね。出たらめやね、出たらどうなるのって、まあそういうエピソードがあったですね。それからその、まあ、茶花を次の日ある組織が取り組む現地でですね、ああ用意してた茶花をその、はい、まあ渡す、それまでに玉用意しとってくれって頼まれとったんでしょうね。ああなるほどですね。まあ実際その持ってきた人間があちこちに玉探しに行っとんでしょうね。うん、もう玉探しに行っとんかなかったんか豆が、うん、まあ豆とか言うんですけどね。でその会場、まあ、あるところで、まあ、海沿いのテラスで相手が取り来て話しとって、結局まあ今度はでもいいわって言ってその人たちを持って帰ったんですけど、はい、まあびっくりしたですね、あの時は。まあいい人だったんですよね、みんな。もう若い頃はそのおじきっていうのは10代の時からいつもここに刺して歩きよったっていう聞いたことあるですね。あ、その時期は10代ぐらいからもう拳銃を、はい、もう隠し持ってたと。いや隠し腹に見えて見せて歩きよった時代があったそうです。あ、昔ですか？はい。まあ俺はそれを見たわけじゃないんですけど、まあ豪快な人やったんですね。だけあるところの商店街の上や何回かずっと落ちながら歩いたこともあるとか。それ夜ですか夜中ですか？昼間のが分かりにくいから。そうなんですか？帰って音がいろんな音があるから。ああ生活音があるから。あ、そういうことなんですよね。この人たちはちょっと違うなという。今もう亡くなってますから。でそのちなみに取引の、まあ、相手っていうのも、はい、やっぱりその極道の方だったんですか？ああもちろんそうです。あ、自分たちが敵に売ることないでしょう。結構やっぱ組同士でそういうやり取りってあるんですか？あるんじゃないですかね。まあ本当の身内同士じゃないですか、そういうのは。ああなるほど、ね。もうそんな大げがかりなことはしたことないですよね、私は。全然知らない組同士とかじゃないで、もう顔見知りとか、まあ、もうどっか金、まあまあ、もうお金が欲しい人とかおるでしょ、はい、もうお金がないときはこれを売ろうと、うん、まあ、そんな関係はなかったですかね。
自分が欲しいと思ったぐらいですよ。あとは何か面白いというか、ああ、一個ありました、ありました。うん、今思い出しました。はい、ある日は、またこれまた死んだ兄貴の話なんですけど、はい、一緒にちょっと飲みに行くかってなってですね、はい、まあ、今でいうキャバクラみたいな、ラウンジまで一回やったんですね、安い、まあ、店で。相手が来て、あ、なんとかじゃん、元気したのって言ってから、まあ、お土産これ持ってやりたいって言ってから、なんか結構多分ちっちゃかったから20個ぐらいだと思いますけど、はい、本物かどうか知らんですよ、はい、もうすぐバーテーブルの上置いて、ありがとうってそのまま持って帰ったのがあるんですね、はい、で暗かったからよくわからなかったんですけど、次の日めちゃくちゃ錆びとったんですよ。明るいところで見たら、ほらお前弾出るんかとかいうのを言うて、あるところに預けたら、その人がきれいに磨いたら、まあ、塗装というか金属プロが剥がれて、どうなったって自分が聞いたら、いやちゃんときれいにしとったよって見たら、なんかマジックでものすごい塗られた金属が出てきたんですよ。でその時僕が言うたら、わ俺ヤクザしょってこの現状で撃たれて死にたくないなと実感した時があったですね。もう明らかに塗ってるの、もう明らかに塗ってましたね。あれは今ならですね、車とかの塗装がもうあるいろいろですね塗ってますけど、その当時マジックしか浮かばやったでしょうね。油性なら、ああ油性は油性やった、水性やなかったです。それは覚えてます。意外にお茶目なことしますね。本当ですね、お茶目ですよ。やからチャンネル、ご意見ご要望はコメントコーナーまでよろしくお願いします。